はい、まずスタートですね。スタートは1番の、地元の佐藤理事選手が、スタート踊り行きましたね。ということは、ここは、大石選手と石毛選手、南関東の、ラインが前段ですね。そして、次のライン、2番の小崎選手がいますので、東北勢が、その後ろですね、中段取りです。最後方には、佐藤選手、加倉選手ですね。ここは阿部選手と、3番、7番、4番、九州勢が、後方ということなんですけども、やはり、佐藤選手、前回の、レースを見ていますとやはり積極性がありますよね。ですのでやはり後方から抑えて、先行自殺の気持ちで、ここは仕掛けていけば、大石選手もスピードのある選手ですからね、もしかするとやはりいい位置を、ね、取れる、ということもあります。先行しても強い選手ですからね、後ろには加倉選手がいますのでしっかりと援護してくれると思うので、いずれにしろここは後方から、抑えて、主導権を取るレースに徹してくるのではないかなと思いますね。はい、中段にいる小崎選手、小崎選手の動きが少しね、やはり、先行の決まり手がないだけに、いかに中段前々攻めていけるかでしょうね。ですので、ここは、中段から小崎選手は、どのような形で、早めに主導権を、取ることはないと思うので、やはりまずは3番の佐藤浩二選手が抑えてくるのを見て、そこから、レースを進めるでしょうね。大石選手は前取って引いてかましまくりだと思うので、ここは、佐藤龍二選手がそこを、離れないようについていくかどうかというところなんですけども、石毛選手も、縦足ある選手ですからね、その辺はしっかりと、ついていくでしょう。残り2周半過ぎたところで、後方から3番の、佐藤浩二選手が、徐々に抑えていきますね。上昇していきます。そして小崎選手なんですけども、ここはね、受け流す形で、佐藤浩二選手のラインに、ついて切り替える形ですね。大石選手はやはりかましたい選手ですから、ここは、中段取りするよりも、一気に引いてね、かましたいというところですよね。ですけどもやはり佐藤浩二選手のペースがね、ここ なかなかここはかましづらい、ところなんですよね。なのでやはり、主導権、先行体制に入ってしまいますとペースが上がってしまいますから、ここは7番手に大石選手は、構えたというところですよね。ですけども、残り、ここは1センターぐらいですね。もうここからの加速力が違いましたね。もう踏み出した瞬間に2コーナーではもう行ってしまうなという勢いだったので、ここは佐藤龍二選手も石毛選手もピタリとマークして、しっかりついたね。はい、もうここ2センターでは石毛選手も外に踏んでますからね。この辺もやっぱり3番手うまい走りしてるなと思いますね。ラインで上位独占ですね。5番、1番、9番、はい、このような形で、第5レースが終了いたしました。いや大変でしたよ、ね。はい、ずっと音楽聴いてますよね。そうですよ、もう集中力はね、耳を傾けないで、はい、ガールズ の特別紹介があってますからね。そうです、そうです、はいはい、一生懸命喋らせていただきました。岡田君のボリュームはどんどん上がっていったからね、はい、やっぱ負けないように喋ってるんだろうなと思いました。はい、私も頑張らさせていただきました。